競輪選手を目指したきっかけは、小学校の頃から兄のレースを見て、それに憧れて選手になろうと思いました。はい、今はその G1 とかも完全優勝して、すごい選考としてもすごく強い選手なので、やっぱすごいいい目標になって、自分もそれに憧れて、やっぱそういう選考選手になりたいと思います。G1 で選考して、目立っていけるような選手になりたいです。はい、7月のデビュー戦は選考で完全優勝したいと思います。はい。